はい、次にご紹介するのは山本誠一さんによる山本誠一ディレクション音楽プログラムシアター版です。はい、定型プログラムとしてクラブメトロでクラブ版もありますけど、はい、そうですね、京都エクスペリメントではシアター版、はい、そして3月7日にロームシアター京都サウスホールで開催します。はい、そうです。予測不能っていうのがキャッチコピー。そうですね。何が起きるか分からない。この前山本さんもだってラジオでそう言ってたんでしょ。そう、あの KBS のねラジオに出てはるの聞いたんですけど、なんか全く分かりませんって断言してるってなんかかっこよかったです。もちろんなんていうかいろんなね構成と作戦と編成が組まれてはいるんだけれども、うん、じゃあそれほんまにどういう音すんのっていうのは、うんうん、まあ、やってみな分からんしってことでしょうね。うんうんうん、ものすごい楽しみ。うん、でもなんかこう音楽が生み出されるその部分をやりたいから、うん、予測なんかできひんやろみたいなことをそのラジオで言ってはって、それはまあすごいあの納得できるなと思って、うんそういう意味でもすごい楽しみやな。そうですね、うんうんうん、そうですね。なんか山本さんが関わってる大阪のベアーズっていう、うん、ライブハウスのなんか、うん、スカーラさんの話が思うし、うん、何やったっけ、何か言ったっけ、なんかそういうベアーズでやってたイベントとか、うん、はいはいはい、なんかそういうのをちょっと説明したらなんかわかんないけど、そうや、ね、なんとなくなんかか、あ、知らない人には、まあ雰囲気がわかるんじゃないか。80年代半ばから大阪の難波で、ライブハウスとしてやってるところなんですけど、まあ、大阪というか関西の中でもかなり実験的なことばっかりをする人が集まってるっていうところで、もうなんかもう笑けるような伝説が常に生み出されてきたような場所です、ね、その伝説をなんかやっぱ関西のギャグカルチャーみたいなのもちょっと影響してるんじゃないかなと思うんだけれども、いやあるでしょうね、うん、どこまでを笑いにするかみたいな、うんうん、あとなんかもうそういう伝説の上に伝説が作られていくから、うん、なんかやってないことまで伝説化されてる節もどうも。ああ確かに本当の伝説なんかね、ネタにする的なね。そうそうそう僕前誰やったかな、和田真嗣君ってドラマーが、うんうん、バスドラを横に倒して煮干しを置いて叩き続けてたっていう話を聞いて、で煮干しがポーンって浮いてたって聞いてめっちゃ面白そうやんと思って和田君に会った時に聞いたら、そんなんやってへんそれ誰が思いついてどう話して始めたのと思って聞いてましたけど、いやいや今回ね、うん、どういう実験が生まれるかですね。そうですね、うん、なんか京都エクスペリメントってね、その舞台芸術で実験をどんどん進めようっていうことを考えながらやってるけれども、なんかすごい音楽の現場からなんかもうドーンっていう度級の実験的なプログラムをこう立ち上げてくれて、すごいなんかな、そうですね、態度としてもなんか勉強になったし、うんうん、劇場の見方とかね、使い方がまた変わったりとか、うんうん、そうですね、楽しみですね、うん、まあ、ちょっと残念ながらねチケットはほぼない状況になってますけどそうですね、でもねこのプログラムと合わせて音遊びの会、はい、伊藤聖子の公演とかね、うん、ぜひ一緒にセットで楽しんで、そうですね、いろんなこういうのもあるのでね、うん、京都エクスペリメントの音物っていう感じですね、うん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 、その2つがかなりいろんな比較にもなるんじゃないかなと思うし、それは、うん、向こうはね伊藤聖子さんの言葉を使っていくし、うん、まあ、即興的な演奏でもあるし、こっちはもうちょっとなんていうのかな、3時間の実験的な、まあ、しかもノイズ寄りの音楽でっていう感じですね、はい、どうなるか、はい、はい、ご期待ください、よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございます。